かい。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？お前はかつてこの記憶を見たと言ったな。そして父親に深く失望した。あれも嘘だったの？我々はただ何も知らずに世界の怒りを受け入れれば、死ぬのは我々エルディア人だけで済むんです。九つの巨人にはそれぞれの特性がある。私に宿る進撃の巨人にも。進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。つまり未来を知ることが可能なのだ。進撃の巨人の特性、あなたがそれをご存じないことも知っている。付箋のちぎりで始祖の力を完全に扱えないのは、王家といえどあなたも同じ。未来だと？どういうことだ？エレン、王家の血をここで絶やす、そういう未来だと決まっている。逃げて！できない。私に子供を殺すことなく、私は命を救う医者だ。変わるわけがない。フリーダ、みんなを守って。姉さん、フリーダ。バカな、グリシャは確かに始祖を奪い、この一家を虐殺したはずだ。何をしてる？立てよ父さん。忘れたのか、何をしにここに来たのか。何をやってるフリーダ。早くその男を殺せ。始祖は無敵だ、そいつを殺せ。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために。これは父さんが始めた物語だろう。続けるんだ、死んでも死んだ後も。エレン、これでよかったのか。エルディアはこれで本当に救われるのか。そこにいるんだろう、ジーク。叶うのはエレンの望みだ。何を言っている。エレンのお前なのか。すまない、ジーク、お前を愛してる。父さん、ジーク、エレンを止めてくれ。